はいどうも皆さん、四季島と申します。とけ、今回はとうとうやってまいりました。テストサーバーが開きましたので、新マップニュージョージア島の方をカスタムマッチの方で見て回りたいと思います。うっす。はい、テストサーバーの入り方の方は公式サイトの方を見てもらってって感じなんですけども、まずですね、軽く調べた結果なんですけども、このニュージョージア島って2つのパターンのマップがあるらしくって、今やってるねビビロヒルという内陸型のマップと、あとなんとかポイントっていうね海岸線沿いのマップがあるらしいんですけども、今はですねビビロヒルという内陸側の方をまず見ていきたいと思います。よし、これが新マップです。これが新マップの最初の拠点ですね、で、いきなりでかい電炭がありますね。いやー、電炭なー。ちょっと私電炭の方には全く明るくないので、ヤギアンテナとウルツブルグぐらいしか知らないんですけども、あっちがアメリカのスポーンかね。で、今ね、あの防衛側の日本側の方でやってますね。防衛側の方がね見て回りやすいかなということで、で、ジープがありますね。せっかくなんで移動のためにジープ乗っていきましょうね。ほら、お前らちょっと乗れー。早速行くぞ。ジープがあるということは、まずアメリカ側の基地からスポーンなんですね。で、ガーいきなりやったくそいきなり足をやられてしまったんですが、まあしょうがない。まあとりあえず見て回りましょう、ね、ビビロヒルという内陸側のマップですね。多分ね、こっちの方が洞窟とかあるんじゃないかなね。洞窟ね、楽しみですね。まあというわけで、まあとりあえずとことこと見て回りますが、早速何か集落ありますね。なんかこの辺りガダルカナルっぽいな。この辺りはなんとなくガダルカナルの匂いがします。があーいいですね。なんか本当に集落っていうか町って感じなのかな、この辺りのトラック乗れる。あ、乗れる。やったやった。よし、じゃあちょっとこれに乗っていきまして、サルーンってがある。あ、サルーンとか、やっぱりこの辺り、そうですね、町なんですね。サルーンでけえ、いいですね。で、そうですね、ミニマップ見る限り海岸線沿いの方がちょっとごちゃごちゃとしているので、あれが例のスクリーンショットにあった座礁した船かな。ちょっとあれは見に行きたいですね。ちょっと見に行きますか。一応内陸側のマップなんですけど、内陸側のマップでも行けるっぽいですね。ギリギリ行けそうだなね。さて、この辺りもなんかな、ごちゃごちゃしてるな。そうですね、この辺りも激しい銃撃戦になりそうですね。あ、入れますね。はしごが降りてる。ということは中に入れるのか。どれぐらい作り込んでんでしょうね。一応海岸線沿いのマップの方もあるので、さて通りへ。あ、96式ですね。96式3連装があるということは、これ日本の船か。日本の船ですね。ねえ、ちょっと中見て回りたいんですけど、ちょっとグレーゾーンの部分が多いな。グレーゾーンの部分が多いので全体はちょっと見れないかも。で、結構作り込まれてんな。あ、ここまでか。作り込まれてるということは、海岸線沿い側のマップだとこの辺りもね拠点とかになるのかも。まあその辺りはね、後で海岸線沿いマップの方を探索しますので、じっくり見て回りましょうか。あ、ここですね。これ絶対洞窟だろう。あ、これ洞窟ですね。これが洞窟か。洞窟の入り口ですね。あ、結構道幅広いな。あー、いい感じ。めっちゃいい感じで、あ、結構複雑かもね。いきなり分かれ道があったかと思うと、ここでも分かれ道か。結構複雑ですね。で、広いな。思った以上に広いかもね。で、ここ泳ぐ形、泳がないな。これミニマップ見てもらうと分かるんですけど、これ色が違うとこ全部これ洞窟か。となるとかなり広いですね。洞窟部分かなり広いな。広くてめっちゃ複雑ですね。ここちょっとまだあんの、まだ先あんの。うわ、マジか。立体的ですね。これ上行けるな。こういうところで打ち合うの、マジ。うわ、楽しみ。めっちゃ楽しみ。あ、これ上抜けられますね。うわ、これ、いや、本当に思った以上に複雑ですね。単純な、なんか洞窟なのかなと思ったけど、かなり分かれ道多いな。
トゥームレーダーやってるっぽい。トゥームレーダーとかそういう、あーここで地上か、なるほどなるほど。あ、かなり広いですねこれ。広くて立体的ですね。いいじゃないですか、いいじゃないですかね。かなり気合い入って作られてますね。でこの辺りは人工物ないか、この辺りはなんかジャングル戦って感じですね。ね、かなり気合い入っていく。デザインちゃんと考えられてますね。マップデザインがちゃんと考えられて作られてるって感じがしていいな。あ、で次の拠点がやっぱり洞窟内か。洞窟内がやっぱり拠点になるか。まあそうだよね、そうだよね。ここまで広いもんね。ここまで作ってあるんだったらそりゃ拠点になりますよ。でこっちか、そうか、ちょっと作れませんけれど。でここで取り合うの、この辺り取り合うの、うわーマジか。この辺り重機関銃とかね、機関銃付き土のがかなり輝きそうですね。ね、この辺りね、絶対この辺り重機関銃とか作ってたら強いでしょう。上もあるもんね。で敵はどっから入ってくるんだ。結構入り口多いですよね多分この洞窟ね。多分向こうから来ると思うんですけどね。ね、かなり入り口多いから一つのね進路を絞って待ち伏せするっていうのは難しいかも。めっちゃ足音する。上だな。上も移動できるっぽいんですよね、吊り橋あるからね。めっちゃ足音する。上から来てんな。どこ来るんじゃん。来た。やっぱり上から通ってこれるんですね。そう、まあ、今回ね AI ボットがね一組しかいないんですけれどもね、まあ、こんな感じで撃つことができるんですね。なるほど。で向こうからやっぱりキャプチャーゾーンに入れるんだ。そうですね、やっぱりゾーン入るルート多いかも。複雑な洞窟だからいろんなルートとかありそうですね。ね、いいと思います。これはちょっと楽しみだな。これは絶対楽しいわ。これはちょっとね予想以上にいいですね。こんな雰囲気いいんだよ。いやこの辺り分かんないよね。兵士が潜んでいてもね。これが洞窟か。思った以上に広くて複雑ですね。いいないいな、ここいいな。はい、というわけで次は海岸線沿いのマップムンダポイントの方を見ていきたいと思います。さっきのねビビロヒルの方は内陸マップだったんですけど、今回は沿岸マップですね。でめちゃくちゃねもう座礁した、ね、貨物船がか、ね、もう一枚絵でありますので、多分この辺りも拠点になりそうなんだよなね。ほんと作り込んでますからね。ね、楽しみで早速なんですけども、本当に海岸線沿いって感じですね。ね、まず最初の拠点が水上の村っぽいな。水上の村が最初の拠点ということは、あ、いいですね。ミニマップに全体的に船が入ってますね。ちょっと船見に行きましょう。早速ちょっと船は見に行かざるを得ないね。であとそう、これあの客式機関単純ね、ガンサウンドが変わってます。テストサーバーなのでいろいろね、その修正ポイントとかもねちゃんと反映されてますね。そのあたりのね話も後でちょっとつらつらとしていくんですが、まあ何はともあれちょっと船見たいですね。土跡がやられてる。で船なんですけれども、この辺りからも入れそうだね。この辺りも入れますね。いいじゃないですか、いいじゃないですか、ね、やっぱり結構作り込んでんだよな。開きますね。ということはちょっと上に上がりたいな、ね、ほんと結構作り込まれてるので、この辺りも次の拠点になるかもね。どこまで行けるんだこれ。これ環境の上まで行けそうですね。ちょっと登ってみますか。内部もねやっぱり作り込まれてるんで、なんかこの辺りやっぱりねゾーンになりますね。キャプチャーゾーンになると思うな、この辺り、ちゃんと登れるんだよな。ここまで登れるか。こっからねクレポンとか打ち下ろしたら強そうで、ここがてっぺんですね。いいじゃないですか。こっからクレポンとか、あ、最初の拠点もこっから見れるのか。
このあたりやっぱり機関銃だな、このあたり機関銃つけといたら強そうですね。ねえ、やっぱりなんかね気合入ってるって分かりますね。そう、マップデザイナーさんかな、そうマップデザイナーさんという人がいるんだったらね、多分その人ね、プレイヤーがどういうマップを求めてるか、どういう場所での打ち合いを求めてるかっていう、そのあたりちゃんと分かってる人がいますね、マップデザイナーさんにね。いいと思います、すごくいいですね。これが船かね。ちょっとねもうどんどん見ていきましょう、どんどんね。なんかもう見学ツアーが止められない見学ツアー止められないんですけど、あ、ここが例の砲弾孔だらけの砂浜ですね。ねえ、あーちょっとスタックしちゃってますね。まあちょっと複雑だからな、スタックしちゃうか。まあテストサーバーですからね、うん、まあ、この辺りをね修正して、まあ、本日走っていう形になると思うんですけども、ちょっとやっぱり乗り物乗った方がいいな。ねえ、ちょっと乗ります。ガー、全然曲がんねえよ。あ、この車ってこんな重かったでしたっけまあいいや。そうですね、ちょっと砂浜のちょっとこの辺りが例のね、あ、やっぱダメだな、スタックしちゃってますね、うん、まあいいや、まあ、この辺りが例の塹壕と砲弾孔だらけの砂浜ですね。やっぱりこの辺りも車線通るな、ね、この辺りもやっぱり車線通りますね。さっきのねビビロヒルの方もそうだったんですけど、やっぱり車線通りやすいので設置型の兵器ですね、対戦車砲とかね、そのあたりがめちゃくちゃ輝きそうかもしれませんね、うん、あん、ちょ、なんか竹が生えてるんですよソロモン諸島に竹生えるの、うん、まあ竹入ってっかも分かんないんですけど、行ったことないからね分かんないんですけどまあいいやね。じゃあ次ちょっと塹壕ですね、塹壕の中見て回りますか。おー、無線機ですね。あ、細かいな、こういうねマップケースとマップですね、細かいですね、いいですね。でやっぱりねこの辺りね塹壕戦になると思う、ね、塹壕から出たらね本当に狙い撃ちですね、狙い撃ちにされちゃうから、戦車とか重機関銃からね。となると塹壕戦になって結構複雑な塹壕なんで、ショットガンとか火炎放射器、あとは刀ですね、刀、ああいうものが輝きそうですね。いいじゃないですか、いいじゃないですか、ね、で、あ、やっぱりこの辺りがキャプチャーゾーンになるんだ、この辺りがキャプチャーゾーンか、いいじゃないですか、楽しみですね。あん、あ、あれ錦大帝だな、ね、あれ錦大帝、ちょっと見に行きますか。いや、あれはちょっと見に行かんとダメでしょうね、はい、ちょっと錦大帝ですね、あの例のスクリーンショットにあった、うん、そうですね、錦大帝だ、いいですね。この錦大帝も進路上にあるんだよな、まさかこの辺りの錦大帝がキャプチャーゾーンになるとかいう紙仕様では、あー、いいな、いいな、写真通りですね。ね、あの写真はね、またあの別の戦線で撮られたやつなんですけどね。あー、錦大帝、これ、あ、エンジン取れてるね、エンジン、うん、あ、エンジンが落ちちゃってますね、うん、ね、で、中に入れるようになってます、中入れますね、ね、ちゃんと作られてんだよな、ちゃんと二層仕立てですね、二層仕立てになってますね、で、ちゃんと銃座跡がありますか、で、機体後部がちぎれちゃってると。あ、上登れますね、上登れ、あ、いいじゃないですか、いいじゃないですか、ね、あ、下からも来れますね、うん、そうか、こういう形か、ね、やっぱり機関砲を取り外されてますね、多分ここで撃墜されたので、ね、陸戦になるから機関砲とか取り外してどっかに設置したっていうような設定なんでしょうか ね。で、ここで翼で日の丸があると、ね、なるほど、なるほど、結構作り込まれてますね、この辺りね。なので次の拠点ここワンチャン次の拠点ここになる可能性ありますね。うーん、チハがやると、やっぱりね、なんていうかね、あ、洞窟だな、こっから洞窟か、さっきのね、うん、ビビロヒルのポイントとは違う洞窟ですね、ね、ビビロヒルの方とは違う洞窟が広がってるの、本当結構広がってんな、北の方にもね別のやつがありますからね、
いや、こっちもこっちでな、こっちもこっちで雰囲気ありますね。車線通る、やっぱり車線通るんだよな、この辺りな。あ、泳がないか、泳がないですね。やっぱり車線通るんだよな。で、こっちからも出られる仕様か。で、上からも打ち下ろせる仕様になってますからね。この、ほんとデザイナーさん頑張りましたね。マップデザイナーさんすごく頑張った。めっちゃセンスいいわ。あ、そうだ、やっぱりあの、錦大帝の方が、そうです、錦大帝がキャプチャーゾーンになってますね。わかってる、ほんとわかってる。わかってますね。あー、いいな、マップデザイナーさんすごい。なんかもう、金一風上げて。ん？おっと、救急式ですね。救急式8センチですね。ねえ、救急式8センチ。救急式8センチってガダルカナルの方にありましたっけ？ガブチ島とかありましたっけね。初めて出たのでは？撃った跡がありますね。ねえ。あ、ちょっとね、今テクスチャーがね、うん、ちょっと劣化しちゃってんですけども、まあそのあたりはちょっとご了承ください。ね、救急式、ありましたっけね？これまでゲーム内にね。うん、まあいいや、いいと思います。救急式8センチ降車砲ですか。中も結構作り込まれてますね。で、錦大帝がキャプチャーゾーンだったので、進路的にはこの辺り、あ、一式陸港ありますね。この辺りの航空基地ですね。滑走路が最終キャプチャーゾーンかな。延滞号結構ありますね。延滞号があって、で、この辺りがなんか最終キャプチャーゾーンになりそうかな。ね、いろいろとね、作り込まれてますね。この石切港はね、あのガブツ島からの引っ張ってきたやつだと思うんですけれども、あー、アメリカの方から上陸された跡がありますね。ね、アメリカの攻撃を受けてますからね。うん、さて滑走路なんですけれども、あの石切港はともかくとして、何か動かせるようなノルマンディキャンペーンでね、あるような、なんか動かせるようなね、なんか飛行機ないかなってさっきからちょっと探してんですけど、ないかー、ないっぽいな。ゼロ戦がありますね。ただあのゼロ戦壊れてんな、さすがにないかー。なんかね、なんか乗れるようなカゴ観測機とかね、なんか隠しアイテムみたいな形でなんか出てこないかなーって思ってるんですけど、やっぱりないかー。延滞号はあるんですけど、この延滞号は、うん、物資集積ですね。物資集積用の延滞号なので、さすがにちょっと航空機は入ってないんですが、うん、やっぱり最終拠点ここですね。最終拠点がここ、うん、ということなので、まあ本当に最後のね、最後の最終拠点までまあ見て回ったんですけれども、まあやっぱりいいですね。すごくいいと思いますね。本当デザイナーさんがめちゃくちゃ頑張ったっていうのがわかる。気合入ってると思います。すごくいい出来です、いい出来ですね。そう、いや本当に他のねキャンペーンを通して類を見ないようなマップになるかな、ね、一見チュニジアっぽくも感じないところもないわけではないんですけれども、まあ、それでもねやっぱり雰囲気ですね、うん、そのマップとしての雰囲気、あと多分ね銃撃戦して楽しそうだなって思えるような場所が本当に多いからね、ほんとね、これダークフロー頑張ったと思うね。ダークフローのねスタッフさんたちマジで頑張りましたね。すごく頑張ったと思いますね。もっとお給料もらっていいと思う。うん、まあ今回はこんなところでしょうか。最後にサムネ用の画像を撮りつつね、というわけで、まあ、今回はね一足先にニュージョージア島の島を、まあ、巡ったわけなんですけども、ほんと出来よかったですね。ね、でこの大型アップデートはですね多分今週中にあると思いますので、まあ楽しみに待っていましょうかね。はい、というわけで今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらですね、チャンネル登録高評価の方もよろしくお願いします。それでは四季島でした。